シンカー、または、スクリューボールは、野球における球種の一つで、投手の気球で方向に曲がりながら落ちる球種である。スクリューボールは略して、スクリューと呼ばれることも多い。シンカーは、直球の軌道から曲がり落ちる。スクリューボールは逆方向のカーブのような軌道で、浮き上がってから落ちる。これは、日本のプロ野球選手の間でよく用いられる定義で、あり、王の豊、山本正。 石川正則のように同じ投手がシンカーとスクリューを投げ分ける場合もある。スクリューボールは左投手が投げるシンカーだとする定義も存在するが、スクリューボール開発者のルーブ・フォスターとクリスティマ・シューソンは共に右投手であるため現実に即していない。しかし、スクリューボールの使い手に左投手が多く、さらにはゲーム実況パワフルプロ野球において、 左投手の身が投げられる球種として設定されたため、このような誤解が世間に広まったと見られている。一人の投手が獣王、大小複数のシンカーを投げ分けることもあり、塩崎哲也は緩球に種類のシンカーを投げたが、遅いシンカーは浮き上がってから落ちる逆方向のカーブのような軌道だった。これはスクリューと呼ぶこともできるが、呼び方は投手によって様々で、塩崎は 遅いシンカーと呼んでいた。中には、内海哲也のように、チェンジアップと呼ばれていた。変化球を自ら、スクリューと呼ぶようになった選手もいる。山田久志は、自らのシンカーを、スプリット系と語り、速い球速で鋭く落ちた。このようなシンカーは、高速シンカーとも呼ばれる。ボールに回転を与える、動作の制約から、サイドスロー、アンダースローの投手が、この変化球を使うことが多い。 打シ側へ曲がり落とすことで、ゴロを狙える球でもある。オーバースローやスリークォーターの場合は腕に負担がかかるため、右打者対策を強いられる左投手が使用するくらいである。ただし近年では、左打者の数が増えてきているため、左投手でも使い手は、減少傾向にある。日本でいう、シンカー、スクリューボールはどちらも、メジャーリーグや中南米では、 スクリューボールに該当し、広い意味でのチェンジアップに分類されることもある。また、メジャーリーグや中南米におけるシンカーは、シンキングファストボールの略称であり、ツーシームファストボールやワンシームファストボールの中で、特に沈む軌道のものを指す。MLB では、ペドロ・マルティネスや、ジェイミー・モイヤーの投げるチェンジアップは、シンカーのような軌道で変化することから、シンカーチェンジや、 チェンジアップシンカーとも呼ばれ、ロベルト・ヘルナンデスやジョニー・ベンタースの投げる、急速100マイルパーアワー近いシンキングファストボールが、ハードシンカーと呼ばれる、シンカーの握りの例1シンカーの握りの例2シンカーの、握りの例3握り方は、様々なバリエーションがある。人差し指と中指を揃えて、ボールを握ったり、中指と薬指でボールを引きながら、手首を外側にひねったり、 中指と薬指の間から抜くように投げたりする、などが挙げられる。クリスティマ・シューソン1900年代にルーブ・フォスターが投げていたフェードアウェイという変化球がスクリューボールの原型であるとされる。その後、フェードアウェイは1910年代にクリスティマ・シューソンに受け継がれた。1920年代にはカール・ハッベルがスクリューボールを駆使して活躍した。 1950年代にはカート・シモンズが初めてホップする速球と沈む速球を投げ分けることに成功した。1990年代中盤までスクリューシンカーはポピュラーな球種だったがスプリットフィンガードファストボール同様に腕への負担が大きいという認識が広まりチェンジアップにとって変わられ投げる投手は減少傾向にあるスクリューやシンカーを封印して チェンジアップ等の球種に切り替えた代表的な選手には、トム・グラビン、ダルビッシュ・ユーラがいる。日本球界では、塩崎哲也や高津信吾、セッツ・タダシのシンカー、山本正のスクリューが、特に有名であった。MLB では、カール・ハベルや、ウォーレン・スパーン、フェルナンド・バレンズエラが、スクリューボールの代表的な使い手だったが、近年は、ヘクター・サンティアゴや、トレバー・バウアー、 ダラスブレーデンなどスクリューボールの使い手は数少ない注釈出店、典ありがとうございます。